さあ、唐突に始まりました。久しぶりにね、やっていきます。どうも、新しいです。ドリキャス版のスーパーロボット対戦アルファの実況、まだ終わっておりません。未だ終わっておりません。実はね、いつぶりだろう、まだ1年ぶりぐらいにやってんじゃないだろうか。これをね、やっぱね、実況者としてね、試されまくってね、負けてますね、自分は。どうこれを実況していけば短くなるのか、ベララベラ完成区どうすればね、どうすれば面白くなるのか。地獄だ、地獄だ、地獄だ。もうね、地獄なんですわ、スパロバルファのね、実況ね。これあれ、ガンダム2号機追ってんだね。そんな話でしたっけ、前回をもう覚えてない。前回の動画、そう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 、見てください。 VTuber 化してます。いつのこの1個前の動画から考えたら、あの時間空きすぎてるからさ。話せよ話せって、まだ出撃なんで勘弁してくれよ。柔道出すぎ、そうでも言わないと、お前出撃しないと。そう、柔道仲間になったの最近だったわ。なんかスパロボのなんかスレとかで見かけてさ、思う、ああ思うなって思うのは、あ、確かに思うなって思うのはね、核をさ、使わせまいとか使ったとかどうのこうの言ってるやん。まあ、単影ガンダムとかも核使えるけどさ、核がどうのこうの言ってるけどさ、明らかに核よりも強い兵器の機体が何体かいるよな。核よりも強い武器使ってるやつらがな、スパロボ世界には。まあ、ゲッターとかはまあ言うまでもないにしてもさ、ゲッター戦とかのあの辺モンスター絶対核より強いやんって思うけどさ、それもあるし、あ、例えばこうやったらマクロスとかの、マクロスの戦艦とかの、あの手法とかさ、明らかに、あとガンバスターね、バスタービームとか、あの辺の威力たらたりやさ、絶対核の威力超えてるからな、絶対。奥とか、K とかそういう敵を一点、奥とか K とかの単位の敵をさ、単位っていうかな、あれ、数の敵をさ、一撃のもとに葬り去るさ、核兵器よりも強い兵器使ってるやついるからな。それに比べたら、まあ、核の一つや二つみたいなね。話を飛ばして見ている。ここら辺しっかり見ていけ。戦艦盗んでもさ、まあ、星のルリクラスじゃないと乗りこなせないと思うんだけど、どうなってんだろうね。うん、その辺思わない？うん。なんか、数人だけじゃさ、船ってさ、動かんよな、結局のところ。艦長は、例えばビーチャがさ、この艦を乗っ取ったところ、ビーチャとモンドの二人が艦を乗っ取ったところで、さ、ね？うん、動かせないと思うよ、多分ね。満足に動かせないと思う。さあ、どうすれば実況として面白くできるのか。あともう一つ思うのは、なんかその、機体の武器紹介みたいな障害の動画を上げたいと思うけど、うん、うんっていつも思う。これよく、よく見たら、上切れてないか、上のこれ。上がちょっと一旦止めます。あ、なんかね、ちょっと明日日がよく分かんない。明日日っていうか、余白部分がね、下が周り黒いからね、どこまでが余白なのかよく分かんないな。フルバーニアンで行くのか。フルバーニアンでこの時にチェックできるね。どうだろうな、なんか、わかんないね。上や横や下やちょっとね、欠けてるかなあ。あ、ここで確認せよ。暗くてわかんないな。まあいいか。とりあえず今回これぐらいいきます。すっごっ。あ、なるほどね。あれなんだっけ、あの船。サダラン。アレキサンドロス。いや、迎えてくれてるんだ。私にはそれがわかる。カリウス。ここまで来ればもうよい。了解しました。少佐5分。うん。核兵器一発で、あの戦艦たち、核攻撃を敢行した男として、我が名は歴史に刻まれるであろう。だが、我にその汚名をかぶる覚悟はある。全然ガントの声までできず。待ちに待った時が来たのだ。多くの英霊が無駄死でなかった証のために。どうのこうの。全然声出てない。
こんな感じじゃないと思う、アニメの時。もうちょっとなんか声上げると思う。帰ってきたーみたいな感じじゃなかったっけ。いや、今のテレビ版の収録なのかな、音声。音が、音が。でも、これだけの攻撃の、これだけの攻撃を与えても、連邦艦隊の3分の1にも満たないみたいな、どうのこうのがアニメ版の話だよね。これでうちの連邦勢力は消滅したも同然。でも実は全然消滅してない。フルバーニアン。くっ、間に合わなかった。連邦軍の艦隊が全滅している。どうした、アザラシ。しっかりしろ、アザラシ。ガトーめ、ガトー。俺は忘れない。いつぞやの男が、ガトー。好きだな、こうは。鼻を添えるだけだ。そしてスコーでゃーてっ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 てて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 てマン・ウィズ・デスティニー。あー、歌詞がうろ覚えで出てこねえ。I got the burning heart ってやつだな。聞いてるのか、ガトー。いいだろ、聞いてる。なんだと。戦いの始めにはすべて怨恨に出している。当然のこと。これ本当にそう言えるかい？戦いの始まりが怨恨に出しているか。例えば、捕食者とかがいた場合さ、戦いにはならないってことかな。その通り。減らず口を。そんなこと、そんなことこうは言わない。やればいいの、やればいいの、やれるの。一応この移動できそうだけど、いけるか。あー、これだったらこうフルバーニア改造しておけばよかったな。勝てる気がしないぞ。ひらめき、そして熱血。いや、ひらめきのみで戦おう。あー、多分サイサリスは GP02 は射程1から2しかないんで、ちょっと離れて戦えばチク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 やれば負けるということはない。てて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 。いやー、今日なんか何の動画あげようか迷って、ドリキャスのあれを、ドリキャス持ってドリキャスを一覧眺めて、うん、あ、そういやスパロバルファやってない。なんです、なんでシールド防御なんてことができるの。それはいいの、コンプライアンス的にそれはいいの。あのシールドはさ、シールドはボロボロじゃないの、核撃った後だから。まあ、使ってたっけ、使ってたか。おーい、そっちに行ったら失敗やん、これ。グレミー、ガト少佐お迎えに上がりました。これ倒せるっていうと倒せんよ、絶対倒せん。ガトー、逃がすものか。 100% 逃がすやん、こんな。これさ、すっごい裏木改造してたら多分倒したりしたんだろうね。裏木改造して、裏木を改造じゃねえんだよ、あのこうフルバーニアン改造して、多分だビームライフの威力をもう、なんだろう、3000とかそういう域まで改造しとけば、そうすればかろうじてみたいなとこでしょうな。だから普通にモンスターがこんな高い順にいるんだけど、どうなっとんこれ。 HP 順、レベル順でいきましょう。レベル順で。
なんかやばいなこれ。これやばいな。ガンイージだらけなんだけど。キス。キス、キス出すか。キス出そう。でこれこう上から順番に出していったら弱いやつらを前に出すことになるから。この感じは。ニュータイプたちが、ニュータイプたちがちょっとひるんでいる。さあどうすればいいんでしょう。これこの状況どうすればいいんですかね。ガトーはもうこれ次のマップ、次の移動でもう行っちゃうよね。もう絶対ガトー倒せない、絶対ガトー倒せない。あー俺が浅はかだった。これどうせ言うんだろうな。でねね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 。撃破シーンだけまとめる。いやーそれもちょっと違うよね。死ぬんじゃない、主人公機。なんかわけのわからん縛りをしてたような気がするな。あの負けたやつも使わないみたいな。誰が負けたかを、誰が死んだかをもう覚えてないんだけど。もう誰が撃ってるかよく分かってないよ。激励持ちだと。激励持ちは熱いな。じゃあとりあえず変形したダブルゼータをこの辺に置いて攻撃。まあいっか、当たっても当たんなくてもいいや。ビームコートが、あとは V ダッシュを前に出して。いやーこれやっぱ実況者試されるね。これ面白いこと言えない人はさ、実況者としてさ失敗だもん。このや手を出しちゃいけないスパロボ実況って。こん中だったらあれかな、フラニーかな。何を思ってか思わんかあれだけど、フラニーかな。フラニー行け、フラニーの戦闘画面。例えばそのガンイージか、そうか、フラニー戦闘シーンとか作っても仕方ないか。そんな動画作っても仕方ないか。そこだ、そこだ。声がビュイン。フラニー、フラニー、あなた、タン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 タララナ。あ、そうそうそう、画質が良くなってると思う、だいぶ。うう。へへへへって言ってる。純子さんに言ってもらおうか。Stand up to the victory。熱血。期待、そして熱血、そして激励。これはね退屈な戦闘になるよ。こっからはめちゃくちゃ退屈な戦闘になるよ。カットした方がいいと思うな。誰が一発もらったんかな。あ、Gフォートです。とりあえずこれは退屈な戦闘になりますね。ガンイージ戦闘集とか全武装紹介みたいな動画、需要あると思います。需要あるかどうかは関係ない、あげるんだっていうことなんでしょうね、きっとね。銀霊ロボタイプ2の動画を上げてるんですよ、1本。それがね時々再生されてる。あのクソ画質でな、今この画質の上がった今、満を持して銀霊ロボの動画を上げることができる。満を持してな、そういう喜びが。ガトー、ガトー。それでもガトーに食らいつくのがこう裏切ってもんよ。それでもな、ビームライフルでやっていくしかないよね。だってビームサーベル多分切り払われるから。
あでもビームサーブで行くべきだったな。またかー熱血してガーマンシールド防御だからな。2倍食らったら多少ひるんだから、まあコンティニュー地獄すれば、コンティニューしまくればねいけたかもしれんかった。間一髪間一髪さ、ええねえねえ、ガトーに揉まれることによってレベルが上がっていく。スパロボの時期ほんと試されますね。試されるわ。どうすれば面白くなるのかいつも考えてる。どうすればこれを1分ぐらいの動画に収められるのか1分は無理だ、絶対1分は無理。神回避ってもの見せてやんよ、全部かわす。これがウラキの神回避。どうしよう、こんなとこに無造作にいたらなぶり殺しになってしまう。まあ基本やっぱね、ダブルゼータだと思います。このマップハイパービームサーベルが銃使って一撃でいけるか、ちょっと一撃できる自信ないな。一撃でいける自信がない。その自信のなさ。うわっつ今から回復、これから回復。まあ一発ってみるか。これで 78% バーン。外すねお姉さん、外すねミリエラお姉さん、外すね。61% なんだよな。 73% 集中ぐらいあるといいんだけど。必中ペギ激励がある。激励。ねえ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 。ちょっと迷ってます。集中、マヘリアの集中。ビームバズーカ。これでまあ 100% で当たるでしょう。ちょっとダメージ与えすぎたな。ちゃんと覚えとかんとこれまずいな。ちゃんと覚えとかないと。ちゃんと誰が死んだか覚えとかないと死ぬことになる。まあ倒せるでしょうね。よし、はーい、よし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 。これが当たるからすごいな。ただ集中ぐらい。フラニー倒せちゃう。これ熱血集中、熱血悪くはない。よくはないけど、そんなにサイドがあったからよくはないけど、いけるか。 65% マーベットさんか、マーベットさんか。どうしよう、マーベットさん鉄壁があるな。マーベットさん鉄壁の必中で的になってもらおう。マーベットさん、あなたは我が隊の壁です。壁役。当たんない。そういう時に限って当たらない。これでなんとか倒せるといいんだけどね。ビームライフボトムアタック、ビームライフ 87%。 万一外れたらの時を考えて集中。よし、これでなんとか、これでなんとか。これリンフォースジュニアはゴメス艦長でしたっけ。微妙だな。強くするのがどうかなってためらわれるな。これは必中手法、リンフォースジュニアの手法、ビームラムでの特攻もちょっと見たいけどね。ビームラムの動画いる？ビームラムじゃないわ。リーンホースジュニアの動画欲しい。いやー、画質上がってるから。
見応えがありますね。オーギュストやん。ドライセンがかっこいいもん。ほらドライセンがかっこいいよ。かっこいいよドライセンが。ブヒョウヒカンヒカン。熱血してよかったね。熱血してよかった。テレレ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 。必中かな。ちょっとオーギュストはね厄介だからね。ただしペギーではちょっと怪しい。まあ知らんでしょう、さすがにビームキャノン。さあちょっとわからんな。ペギー死んだら誰か教えて。誰かメモって。メモりますよ自分で。ペギー死んだら強そうだな。死にはしないでしょ。あー1487。ちょっと怖いな。2800しかないからな。でもこれで死ぬってことはないと思うんだけどな。うわ危な。危な危な危な。あとはこいつが使っていきたいんだけどな。ガンキャノン2キース頼む。キース、貴重なだなんつうんだろう、バニング招待。当たんないよね。34%当たんないよね。もういいや、カットカットカット。 0% だからカットカットカット。はい、ここまで22分。どうやったって40分コース。つらい。あ、間違えてコンティニューデータの書き込みとシステムファイルの更新を行っている。間違えてやっちゃっている。ここカットかな。カットなんかできないんですね。もうめんどくさいから。もうこんだけやるともうめんどくさいから。めんどくささが先に来てる。こいつ誰だっけ。ユカ。期待持ちになんかそんなに頑張らせたくないな。コニーさんにやってもらうか。狙撃と幸運があるから。ただし命中率は 64%。 あ、これはいけますね。幸運。コニーのビームライフ、ビームバズーカ 64%。 これで決める。いやもう音が、音楽がやっぱずっとあの宇宙に出てから勇ましいね。まあ GP で、あ00083と V ガンの業者。またよけた。オーギュストやべえこいつ。オーギュスト、ハゲのくせに。そこだ。もう絶対倒せると思ったのにな。遅いらしい。どうすっかな。めちゃくちゃ厄介だな。ヘレンさんでやってみるか。だって激励だもん。激励持ちに頑張せるわけにはいかない。ファーでは無理でしょうな。集中ひらめきビームライフル2000で当たらんか。ちょっともうオーギュストはもう誰だこの人。この人やばいわ。ちょっとオーギュストさんは何とかできるレベルにない。テレレー。
タンタンタナナナ。期待持ちにね、頑張らせたくないね。ここはまあ上の方で待機。なんかこの援軍とか来ないのかな。ただただ戦うだけ。めちゃくそ地味な、めちゃくさ地味の地味な回じゃない。まあ地味っていうかあれだけど、最初にね、最初に核撃ったから派手っちゃ派手だけど、なんかね、どんどんこれエンドラか、エンドラまでいけるかな。結構頑張らないとエンドラまでいけない気がするな。加速幸運。まあ理想はダブルゼータのハイメアキャノンをなんとか射程内に入れるってことなんだろうけど、これが厳しいね。キースに打たせたいんだけどな。当たらんな、キースはな。あぶねえ。当たらんし、当たる。ちょっと手詰まり感が出てますね。ミリエラは激励持ちだから、そんなにって感じ。そんなに、マーベットさんに行こうか。必中。必中のみ。必中のみビームバズーカ。まあ、マーベットさんならいいや。マーベットさんならいいやという。ちょっとお金もったいなかったかな。まあ集中で。うっそ。だからボトムアタック使っちゃいかんって。いかんって。グレミーか。やっぱボトムアタック。ボトムアタック。きついな。まあまあしんどいな。中ぐらいしかない。ビームライフルのみで戦う。チャクラムシューターが1から3射程でいけるか。もっとか。メタス床 90%。 厳しいね。これで多分倒せない。シールドしてくれている半分ぐらい。多分これでギリギリいけるんじゃないかな。よし、ちょうどいい。まあいいでしょう。カミーユ。ここかな。 66%。 ちょっと行かない方がいい。ちょっと行かない方がいい。あとはまあ止めといてもいいぐらいかな。止めておいてもいいぐらいかな。一応岩礁まで運んでおいておこうかな。ミリエラ死んじゃうな、これ。修理。まあ、こんなとこかな。こんなとこ。これ以上はいけない。
当たるか。当たるな、打っとこう。パーン。もう一発。これも死にはしないぐらいか、ちょうどいい。よし、オッケー。これでターンエンド。なんか援軍の一つも二つも、一つや二つあってもいいのになって。戦闘シーン、グレーミーとの戦闘シーン。人がたくさん死んだんだぞお前ら、なんと思ってないのか。なんだと、グレーミーそんなキャラでしたっけ。グレーミーそんなおとぼ、もっとおとぼけキャラだったような気がするな。グレーミーもらったぞ、もらったぞ。バグってさ、あんまり評価、あんまりその、まあ評価はされてるんだけどさ、十分やってくれちゃって。 HP 低いな、ダブルゼータ4200か、カスカスやんけ。いや、目が変な感じがするな、目が。それはつらい。打っていいものかな、打っていいものかな。これはちょっと危険じゃない。またまあ 100% 当たるよね。ビームコートでどこ、どこまで、どこまで軽減できるか。あ、効かない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 。うぅ、肝冷やすね。ダブルビームライフ、なんかしょぼそうな武器に見えたす、実はめちゃくちゃ威力高いっていう、このダブルビームライフ、しょぼそうに見えて実はめっちゃ威力が高い。確か原作の方でもそういう武器なんだよね。ら、手法、あ、い、撃っちゃう、撃っちゃうか、撃っちゃうか、もう別に撃っちゃうか。画面オフ。どうせ当たって倒せちゃうんでしょ、どうせ倒せちゃうんでしょ。倒しちゃうんですね。気合が、気合が入っとる。うん、まあ、やだけどね。こういう期待しない時って当たるよね。当たるんだよな。こういう期待してない時って当たるよね。絶好調。回避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 。回避するほかない。ズスターは射程が長いな。ここは倒す。てんてん。たらたらててれ。サイレントボーイ。アニメじゃない、じゃないの。前期撤退、グレーミーもキャラも倒してないのに撤退。あー、やっちまった。ひでえ。こんな動画見る価値なしですね。あー、やっちまった。 AAS1 もう一回やり直したいな。ダメか、もう一回やり直しちゃダメか。もう一回やり直したいな。終盤怖いな、これ。どんどんなんか、あの、一撃でやられてくると怖いな。しかもなんか、何ターン以内に誰かが下がるみたいな、そういうのは分かってない状態でやっていくとさ、うん。敵のね、何ターン以下に下がるみたいなことを知らない状態でやっていくと、この後どんどんこう劣勢に追い込まれていく可能性があるね。劣勢っていうのは、その、お金が稼げなくてっていう意味で、お金とその、あの、強化パーツ隠せげない状態で、戦っていくわけでしょう。そうなると死ぬ確率上がるよね、他のキャラのね。こいつは何の話をしてるんだ、こいつは何の話を。ニナ、こんなところにいたのか。モーラが心配してたよ。これからどうするんだい。こ
これからロンドブルトは大きな戦いに巻き込まれているだろう。そしてエアロゲイターと、こうはそんなこと言わない。そうなんだ。ガトーがいる限り。3号機を、ほう。3号機。ニナってそんなキャラでしたっけ？忘れたいのよ、このおかんを。そんなキャラでしたっけ？ガンダム作っといてよう言うよ。試作1号機。終わっちまった、やっちまった。やっちまったな。ダブルゼータが柔らかい、柔らかダブルゼータをちょっと固くします。それで終わり。強化資金が、強化資金が少なすぎる。こんなダブルゼータってある？ちょっと固くしただけ。もう今日ここまでだ。いや、すまないね。すまないね。やっとなんか予想生まれたのに頑張って実況しようかと思ったけど、この程度ですわ。頑張ってもこの程度。また気が向いたらあげます。ほなまた。